最新の研究報告で分かった今回の内容を取り入れると短時間の運動で最速で体が変わります。2021年に行われた最も信頼度が高い研究報告によると、筋トレは筋肉量を増やして基礎代謝を上げるだけではなく、お腹の内臓脂肪そして皮下脂肪を同時に減らしてくれると判明しました。早速私と一緒に効率的にワークアウトを行いましょう。始めましょう。まずは胸の前で手をクロスします。肘を曲げて L 字型にしましょう。吸い気で胸の筋肉を伸ばして肩甲骨を寄せて、吐く息で緩めていきます。吸い気で胸を気持ちよく開いて、吐く息で緩めていきましょう。まずは縮んでいる胸、そして動きが悪くなっている肩甲骨と動きの改善をしていきます。胸と上の筋膜充実を行っていきましょう。吸いながら手を斜めにしながら胸の筋肉を伸ばして吐く息で緩めていきます。吸いながら肩甲骨をキュッと寄せながら胸の筋肉を開いて吐く息で緩めていきましょう。特に縮んで凝り固まっている胸の筋肉の筋膜充実を行っています。手を斜めに引っ張ることで筋膜のねじれをよく取ることができますので、気持ちの良い範囲で開いてみてください。手のひらの方向に注意しながら行ってみてください。肩甲骨と胸の筋肉をよく使っていきましょう。吸いながら両手を前に、吐く息で肘をキュッと引いていきます。吸いながら手のひらを外に向けながら背中の筋肉を丸めて、吐く息で肘を後ろに引きながら肩甲骨を寄せていきます。肩甲骨周りや胸の筋肉のストレッチをしながら背中の筋肉も使っています。吸い気で手のひらを外に向けながら手を前に伸ばして、吐く息で肘を後ろに引きながら肩甲骨をぎゅっと真ん中に寄せていきます。両手を左右に伸ばしましょう。足は腰幅で行います。吸いながら体側を傾けて、吐く息で中央に戻って、吸う息で逆側に傾けていきましょう。普段使いにくい体側の筋肉をまずはしっかり使っていくところから始めましょう。吸う息で気持ちよく体側を傾けて、吐く息で中央に戻って、吐く息で中央に戻って、吸う息で逆側に傾けていきます。真上に左手を真横に伸ばしましょう。吸いながら体をツイスト、吐く息で戻っていきます。吸う息で筒の中をねじるように体をキュッと後ろにねじって、吐く息で戻っていきましょう。体幹が左右に触れないように筒の中を回るようにねじっていきます。
役割を行っていきましょう。左手を上に、右手を真横に。吸いながら右に回転、吐く息で戻っていきます。吸いながら筒の中を回るように右にねじって、吐く息で戻っていきましょう。体幹の軸を意識しながら、右の腰の筋肉、広背筋を使うことを意識しながら行ってみてください。右手を真上に、左手を真横に伸ばしましょう。吸う息で気持ちよく右の体側を伸ばして、吐く息で右の体側を使いながら体を中央に戻していきます。吸いながら右の体側を伸ばして2回バウンド、吐く息で右の体側を使いながら中央に戻していきましょう。逆腕も行っていきます。左手を真上に、右手を真横に。吸いながら左の体側を伸ばしながら2回バウンド、吐く息で戻っていきます。吸いながら真横に体を倒して2回バウンド、吐く息で左の体側を使いながら中央に戻していきましょう。頭の後ろに両手を添えて、背中の筋肉を交互に使っていきます。吐く息で手を下に下げながら膝を持ち上げて、吸う息で戻っていきます。次の吐く息で今度は逆側を行っていきましょう。息を吐いて背中の筋肉を縮めながら手を下げて、吸いながら戻っていきます。右手を腰に、左手を伸ばすところから始めましょう。吐く息で肘をしっかりと2回引いて、背中の筋肉をキュッと引き締めて、吸う息で戻っていきます。今度は逆側を行います。息を吐いて背中側に肘を2回引いて、吸う息で戻って逆側を行っていきましょう。肘を引くたびに背中の筋肉をキュッと縮めながら行ってみてください。胸の筋肉を開きながらウエストをキュッと引き締めていきましょう。手を W にして胸の筋肉をまず開きます。吐く息で手を前に移動しながら膝を持ち上げて斜めに、吸う息で戻っていきます。息を吐いて膝を持ち上げてウエストをギュッとねじって、吸う息で下ろしていきます。
吸いながら両手を W の形で左右に広げて胸を伸ばして、吐く息で肩甲骨を緩めながら膝を斜めに持ち上げてウエストをひねっていきましょう。最後は体幹のバランスを整えていきましょう。両手を前に伸ばします。吸う息で体を半円描きながら回って、吐く息で中央に戻っていきます。吸いながら今度は逆回転、半分回ったら吐く息で中央に戻っていきましょう。吸う息でまた逆回転、吐く息で中央に戻っていきます。腹筋の力でバランスを取りながら腰に負担がかかりすぎないように行っていきましょう。最後は使ったところの筋肉のこわばりを取りましょう。ストレッチをします。右の手首を持ちます。吸う息で体側を伸ばして、吐いて緩めます。今度は左の手首に持ち替えて左の体側を伸ばしましょう。鼻からたっぷりと息を吸って右に傾いて、吐いて緩めます。最後は両手を組んで上下に伸びましょう。吸う息で気持ちよく上下に体を伸ばして、吐いて緩めます。お疲れ様でした。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。 See you in the next video. Bye.